はい、どうも皆さんこんばんは。夜の納豆活動するレッチデー高橋です。今日は来ました、こちら東京駅です。東京駅で UK から夜景にかけてどんな写真が撮れるか撮影してみたいと思います。早速撮ってきます。今日使う機材はこちらです。キャノンの EOS R とレンズが EF の24から105mm の F4、 70-200 の F4 使って撮影してみたいと思います。ここ丸ビルの展望デッキからこんな感じで東京駅が見渡せる場所に来ています。まずは日が明るいんですけども、どんな写真が撮れるか早速撮ってきます。丸の内にある高層ビルの光がついてきました。ここに大きいビルがありますので、ここはなんか綺麗に光ってますから、ここをまず撮影してみます。ね、日が暮れてきて今日天気がいいので空の青がかかって、しかもその高層ビルのとこに光、なんだろう、これ映り込みなんかな。こういう場合はまあ縦構図で撮影するのがいいと思うので、東京駅のなんかレトロな感じと近未来的なビルが立ち並んでるんで撮影するポイントだと思います。じゃあその目の前のね、東京駅とこの裏にある高層ビル、これを一緒に縦構図で撮影してみたいと思います。設定は先ほど一緒で風景モードと露出はマイナス1側にして撮影してみたいと思います。こんな感じで東京駅のレトロな感じと裏の高層ビルがね、また近未来的な感じで、このなんかコラボがすごく絵になりますよね。この裏のこの反射のね、映り込みもすごく気に出てます。ここの東京駅とその裏のビル一緒に撮影してみました。よ、はい、はい、じゃあ今日が暮れてて5時半頃になってきました。東京駅とかビルが光がついてきましたね。一番いい時間帯になってきてるので、今日風が少ないので夜景撮影日和です。でここは三脚とかがやっぱり禁止なので、基本はまあ手持ち撮影で撮影になります。すごく綺麗な場所なんで、まず撮影してきてもらいます。空の色が残って、しかもビルの光がちょうどマジックアワーの時間帯なので、この時間が一番夕景撮るポイントの一つです。もちろんズームアップでね撮るのもいいんですけど、こういう感じでワイドで撮ってもらって広角側で撮ると、東京駅とこのビル群と、あと空も綺麗だから、それも一緒に撮影するのこれがいいと思います。日が暮れて大体30分ぐらい経ちましたけども、ちょうど今のこの時間帯が一番綺麗に見えるし撮影できる時間帯となっております。空もまだ青く残っていて、今がベスト夜景撮影タイムとなっております。で次ですね、そこの東京駅とこのビルのここが見えると思うんですけども、そこをちょっとズームアップ縦構図で撮ってみたいと思います。その東京駅の裏のビルが結構反射まだしてるんですね。太陽かなんかそのビルの反射がしてるので、そこをちょっと狙って撮影してみたいと思います。東京駅のこの上のところ、この反射がまた綺麗じゃないですか。空もまだ青く残ってて、ビルと東京駅、こういう感じで大胆に縦構図でアップでね撮る、こういうのもおすすめのポイントです。はい、だんだんこうね日が暮れて夜景が綺麗になってきました。まず手ぶれをね防いでもらえるのが一番基本なので、手持ち撮影なので手ぶれ補正は基本的にオンにしてもらって、こういう手すりがありますよね。こういう場合はこう寄りかかってしっかり脇を締めてブレを防ぐ、それが基本となります。もう夜景写真は手ぶれしてしまうと台無しになってしまうので、手ぶれをしっかり押さえながら撮影するのがポイントです。であとこの目の前に手すりとか建物がこう見えるので、それがね映り込んじゃうので、こういう場合はバリアングル、これがね回転します。こういう感じで余分なとこを入れずに撮影できるので、こういう感じで、ね、撮ると面白いと思います。落っこぼさないようにね気をつけないといけないですけど、下の車とかそういうのも一緒に映って東京駅も入るので、バリアングルとかあるカメラはこういうのを使ってうまく撮影するといいと思います。先ほどはね空が青く残ってたんですけども、だんだん暗くなってきて空がね青みがなくなってきた時は逆に
今度レンズを買いました。72役のズームにして、できるだけ今度はもうアップにして細かい部分を鮮明にね撮影するっていう撮り方で撮ってみたいと思います。さっきは空とか入れてましたけど、ビルの光とこの東京駅、このビルのね部屋が一つ一つこう色が微妙にね違うんですよね。青だったり赤だったりするんですけども、逆にこう望遠とか使って大胆にアップするっていう撮り方がおすすめだと思います。東京駅の光も茶色に光ってて、その裏にこの近未来的なビルのライトがねコラボしてすごく綺麗に撮影してます、できてます。はい、じゃあ最後にですね多重露出で撮影してみたいと思います。重ねるのが2枚にして、要するに合成と一緒ですね、加算平均、2枚の写真を1枚に重ねるっていう形で、じゃあ早速ね撮影してみます。まずはじゃあこの東京駅から撮ってみます。東京駅を普通にまず1枚オートフォーカスで撮ります。で次この、ね、2枚目で下のこの信号とかイルミネーションとか車のライトとかあるので玉ぼけにして合わせてみたいと思います。でここね難しいですよこれね、どこに合わせるかっていうのも重要なんですけど、この上の方にちょっと玉ぼけを入れました。東京駅があって玉ぼけを2枚目に合わせて撮影してみました。で何枚か撮影したんですけど、こういう玉ぼけと合わせてこういう感じで撮影できるので、この多重露出を使ってもらって幻想的な写真が撮れるので、ぜひ皆さん試してみると面白いと思います。はい、じゃあ最後来ました、また別のとこ来まして、東京駅が目の前に1個あります。目の前に車が走ってますので、その車の軌跡と東京駅をローアングルで撮影してみたいと思います。もう地面につけます。地面につけるので絞り優先で感度は200にして F7.1 にします。で車が来るところのでシャッターを切ってみたいと思います。ではね早速撮ってきます。今人が通ってるんですけども、その人の流れと車の流れの軌跡を撮りたいと思います。シャッタースピードは25秒ぐらいになってますので、これね、流れてたんで、人がね、人も歩いてると人も流れてる感じで撮れるので、何枚か連続してね、撮ってくれます。車の軌跡が、車とあとバスとかも通ったので、こういう感じで流れた感じで、人が中入ってます。こういう感じで東京駅と車の軌跡を一緒に撮影してみました。はい、ということで東京駅撮影してきました。東京駅はですね、何か所か撮影ポイントがありまして、今回行った丸ビルとか切手ビルとかってありまして、上から見下ろす東京駅が撮影できるので面白い写真が撮れますが、ぜひ皆さん撮影してみてください。はい、ということでですね、最後にまたお知らせです。佐藤カメラカルマ工房大店でまた撮影会開催します。今回はですね、女性アソシエイトが企画しました桜と人物の撮影会を開催します。場所はですね、佐藤カメラ鹿沼店から近くの桜撮影スポットがありまして、そこで桜と女性アソシエイトを撮影しますので、もう今回もねまた楽しい撮影会になってますので、ぜひ皆さんご参加もしてます。詳しい詳細はまた佐藤カメラホームページ発表しますので、よろしくお願いします。お待ちします。